俺チーズ好きだからちょっとたっぷりめ頼むわ。セバスチャンです。どうも、はい、今回の企画、はい、野外で簡単ホットサンド作りすげえダウンタウンの浜田さんみたいな結果発表みたいな感じで来ました。今回もホットサンド作りということでね、なんと僕もアウトドアマンにやっぱりねなりたいということで、はい、まあ、ホットサンドって皆さんご存知かなんですけど、こうね専用のプレスでしょ、プレス機、うん、あるんですけど、それを使わなくてもできんの、今回できるというのをちょっと証明したいと思いますんで、いいじゃない、早速行ってみましょう。いいでしょう。レシピ2つ作ります。2つね、はい、まずパン、パンとバター、パンとバターね、もちろんこれから使うと。そしてもう今回1つ目、はい、こちらです。牛しぐれアボカドモッツァレラの塩コショウあえです。いや全部入れてるじゃん、はい、マスカルポーネ鮭フレークに西洋わさび玉ねぎを塩コショウじゃあまずは1つ目の方から作っていきたいと思います。はい、じゃあまずアボカドを切りますか。アボカドね、アボカドね、うん、まずこう縦に線を入れます、はい、アボカドはね、はい、で縦にする。そうすると必ず縦に当たりますので、はいはい、そのまま一周さしです。はい、でこうやってパッと。でしたら切ります。まずまっすぐ切って。アボカドのところに具材。これぐらいかな。これぐらい切ります。皮を剥いて、こうやって、こうやって、これぐらいに。あ、こう、あ、そっち？あ、このまま行くの？だからこれ剥いて。よしよし。いろんな切り方を紹介してるんだよ。アボカドのいろんな切り方がありますから、はいはい、でこれでそう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 やってくれそう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 こういう感じか。はい、そういう感じ。俺はそういう感じ。あー、これいいねめっちゃいいね、これこれでしょ、これめっちゃいい、めっちゃいい、これめっちゃいい。はい、はい、じゃあそしたらパンですね。パン、じゃあバター塗ります。はい、バターお願いします。はい、どんぐらい塗るの好き？うん、まあ、ちょっと多めが好き、俺は。こんなもんかな。あ、いいじゃないですか。で、バターを、はい、あ、いいね、いいね、こういうのがいいよね。はい、じゃあそこにアボカドを敷いていきます。アボカドね。はい、アボカドを綺麗にね、敷いていきましょう、うん、ちょうどいいかも、うん、こんなもんか、ね、いいです。よし、よし、そこに、オリーブオイルをかけていきます、はい、オリーブオイルね。はい、出た、似てると言われていたもこみちですね。はい、牛しぐれ、はい、結構入れるか。結構俺欲しいね、やっぱ肉感欲しいし。はい、ありがとうございます。そして、はい、そこにオリーブオイルたっかけます。いらない、いらない、いらないって。オリーブオイルいらないよ、オリーブオイルいらない。しょうかしょう。はい、お願いします。よし、完璧な量だったもん、はい、そしてそこにモッツァレラを。モッツァレラいきましょう。はい、お願いします。いいです。あ、いいよ、いいよ、いいよ。ちょっと俺チーズ好きだからちょっとたっぷりめ頼むわ。こんなもんでいいかな。じゃあ OK です。そしてそこにオリーブオイル。オリーブオイルいらねえ。いや、オリーブオイル体にいいんですよ。マジでいらねえ、体にいいです。オリーブオイルの味しかしなくなっちゃうって、マジで。 OK です。さあこれで挟んで。汚いよ。いや、オリーブオイルほんと染み込んでくるからたっぷりかけてくださいこれで OK。 これでまずギュッとして1個目のホットサンドの、形は出来上がりでございます。OK。 さあそれでは2つ目にいきたいと思います。はい、よし、じゃあバター塗っていきます。はい、お願いします。玉ねぎ切ろうか。玉ねぎを切りましょう。はい、玉ねぎ切ります。何、スライスでいい？スライスでいいですね、今回は。これでした。これ玉ねぎも好きだから。あ、そう、たっぷりめでちょっとお願いします。これも新玉ですね。あ、わかる。はい、どこでわかるんですか。水分、水分が多い。はい、あ、あ、さあ、こわこわ、激しい、こわ、激しくない音。できるだけ薄く切らなきゃいけないんで。よし、じゃあ敷いていきましょうか。敷いていく。はい、よし、こんな感じかな。いいじゃないですか。いい、はい、こんなもんでいい。そこに、はい、マスカルポーネ。さあどのぐらい、どんな感じ入れましょうかね。これね、うまいこといらんないな。結構入れていい？うん、だちょっとそんなにダマで取んないで、こうなんか逆で取れば逆。よくやるけど俺。そうそうそう。あ、なるほどね、うん、頭いいな。そうでしょ。
このままじゃないね。いいですね、いいですね、うん、さあそこに鮭フレークです。あうまそうね、めちゃうまそう。チーズと鮭なんてもうね家族みたいなもんだから。いきます。いいんじゃない。塩コショウはじゃあさらにここからかけていきます。あ、出た本気の時の OK OK です。そしてこれですよ。何これ。味の決め手西洋わさび。わさびホースラディッシュ。へえ。わさびなんでホースラディッシュ、我々がわさびとして食べたい量いきましょうよ。みんなもかね。うん、そうね、全体でそれぐらいいきましょう。いいかね、お笑いとしては不合格の気するけど。いやまあまあでもしょうがないと思う。あの入ってるフリスレが当たると大丈夫だわさびをかけて、はい、はい、これでここをスタート。はい、できました。できましたということで、はい、これで2つ目も完成です。ということでこっから原田さん、はい、焼いていくんですが、はい、普通にやるときはね、さっき見たけどプレスでもないないから、今回はアルミホイルでなんていけるんですよ、ホットサンド。これはいアルミホイ出しましたね、原田さん。出しましたよ。そんまあ、途中切っちゃえばいいからね。下に引いていただいて、はい、端っこを折ってください。こういう感じですね。こういう感じで折り込んで入らないようにしていきます。何ですか、これを。よいしょ、空気が、はい、こっちこっちも。あ、そっかそっか、いいです。はい、あ、なんか良さそう。これで、はい、完成完成でございます。そしてもう一つやっていきましょう。真ん中多くないですね。そっか、うん、じゃあ行くか。これでいいね。うん、まあそうね。よし、 OK です。 OK、 できた。できました。さあ、じゃあこっちも焼いていく。できた。こっちがね、牛脂ぐらいの方ですから。うん、そっちマスカルポーレじゃない。さっきこっち牛脂ぐらいです。いや、そっちはマスカルポーレ。こっち牛脂ぐらいです。こっち牛脂ですね。そっちマスカルポーレ。皆さん見てる方指示ください。こっちが牛脂です。さあ、そしてこのホットサンドを今から焼いていきます。焼きましょう。阿部さん、これ炎にぶち込む形でいいですか。ぶち込む形でいきます。いいですか。投入。すぐじゃないですかね、焼けるのは。こうなるとすぐっぽいよね。うん、あ、これ絶対やばいわ。あ、マジで。行こう行こう行こう。やばい。よし、取り出します。こっちは、こっち取り出しましょう。どっちかちょっと忘れましたけど取り出します。はい、行く。はい、行こう。発射。よし、できた。できたんじゃないでしょうか。完成完成。よし、ちょっと開けてみよう。そう、ここで一回テンション上げておこう。完成。なぜならどうなってるか分からないから。でも横は大丈夫じゃない、見た目の横。もういけんじゃない、あれで。おお、悪くない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 、最悪逃れてる。いい子、わ、いいじゃんいいじゃん。おい、ちょっと焦げちゃったけどね。ね、完成です。完成でございます。めっちゃいい匂いしてる。いいのよ、さっきから。いけんじゃないのこれ。よし、はい、じゃあ切ります。はい、切った。どうだ、うまそう。え、なんか綺麗にヤバコロ並んでんじゃん。うん、うまそううまそう。こっち違う、マスカルポーネ。マスカルポーネ、あ、うまそうまそう、マスカルポーネ、マスカルポーネ、ね。いただきます。あ、うまい。あ、うまい。うまい、うまい。合うな。あ、合うね。牛脂とアボカドが、うん。うん。めっちゃ合う。中もちゃんと火通ってる。なんかチーズ効いてるわ。うん。うまい。はい、マスカルポーネ。マスカルポーネ、いただきまーす。あ、うまい。お店じゃん。これ店じゃん。めちゃくちゃうまい、うん、うまい。アルミホイルで玉ねぎのさ、加減ちょうどいい。ちょうどいい、最高。これが切ったから意外とちょっと熱かったですよね。そう、あれがいい。そう、うまい。うまい、役者だな。あー、まあ、完成。カーペさん、いや、うまいですね。でもね、うん、アルミホイルでもちゃんと焼けるなっていうのが分かった、うん、いいね。あと、このレシピ最高最高、マジでおすすめ。ぜひ一回やってほしい。あんまりそこまで食材高くないんですよ、うん、高級感すごくない。すごい、お店の感じも味わえるので、味わえる。皆さんぜひキャンプの朝食にホットサンドやってみてください。ホ
この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくね。いい音してる気がする。あると思います。偏りありそうだな。あると思います。